こんばんは、ね、いやー気持ち悪いよ気持ち悪いのに何お前マイク持って普通に喋ろうとしてんだよ。ねえ、よろしくお願いいたします。ロバート山本とメモ少年のストーカーライブよろしくお願いします。いやいや、ストーカーと喋るんですね僕は今から、はい、それこそ僕ここの席で、はい、広瀬さんがここのステージに立ってるところを見てましたし、そうだお前そっち側なんだよまずこちら側本来そっちの客席でメモしてたんですよ。うん、そうだよ。なんか今日なんで何普通に喋れてんだよほんでもっと緊張して、うわぁ、ひろしさんどうしましょうみたいな感じ。普通に堂々と、僕はそっちで、はい、見る側でメモしてて、じゃないんだよ。いやいや、秋山さんからも今日、お花をいただいて。いやいや、ほんとだ。恐怖のストーカー局員様。ひろし、いやいや、アルファベットのひろしじゃないわ、俺。ライブの内容に関しては、ひろしさんにはもうほぼ何もお伝えしてないんですよ。聞いてないよ、俺。ストーカーライブということで、まあ、この5つをもとにライブを展開していこうかなと思って。ストーカーライブってお前のことなんだよストーカーってじゃあ、はい、もしかしたら次の月とかの次のライブかなんかに来てたんかな。またそうです。これが12月28日。君がマネージャーになってくれたら僕らの仕事を取ってきてくれそうだねって言ってんだ、はい、これの発言で僕の人生は狂ったと言ってます。いや待て待て待てで、ライブ来れなかった時期とかもあったのかな。そうですね。受験に集中しますということで、ね、あるんだそれも。うん。広瀬さんが何喋るかも大体想定してるんで、うん、もうそれに合わせて。こっち子供だよ。子供みたいなマネージャーになるんだもんなとかっていう感じよ。こっちとしては。その通りですね。はい、そういう発言をされてました。おおおおい。俺なんかがっちり台本読んできたみたいな感じの開始してんじゃないのこれ。いや、ロバート企画より作り込んできてんじゃん、このライブ。お前、すごいな。あと、ヒロシさん今日同じシャツ着てるんですかこれ。いや、俺ね、俺はこのシャツは、もう万年変えて新しいの変えて新しいのって思ってるんですよ。2015年の夏だけでこの回数合ってるって。夏だけで5回も合ってんの俺に。タクシーまでの5秒ぐらいで、秋山さんつって。ヒロシさんお前の秋山さん覚えてるわ、しょっちゅう。ね、秋山さんの5秒間な。やりたいのやろ、もう、はい、うん。じゃあ、単純にもう、山本エピソードトークベストセレクション3を。いや、ちょっと待ってくれ。あのさ、こんな見出しにしたらウケるわけないだろ、お前。こんだけロバートを見てる、山本を見続けてきたやつが、ベスト3の面白いトークって何ですかって、俺もうそれ耐えらんだよ、そのプレッシャーに俺。なんか来たばっかりで小学校いたけど、あいつ実は大学生だったらしいよってなって。いや、そりゃそうだろ、お前。大学生が小学生の中に入って。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はトークライブ、ストーカーライブ。いや、すごいよ。させていただきます。大盛況ですよ。なんかこのメモ少年の生き様のファンみたいなのもいっぱいいたわ。ああ、でも、サイン、抽選、サイン会させてもらった時もそういう話してくださったと思うんですけど。変な勇気与えちゃってさ、メモ少年の影響を受けて、制作会社入りましたみたいな多いからね。憧れの人と仕事したくて、もう。いやいや、まあ、すごいよ。楽しかったわ。でも、めちゃくちゃ楽しかった。もう、素晴らしいライブでした。ありがとうございます。これまだ見れるんですか？はい、アーカイブが1週間。あ、1週間見れるの ?1 週間あるみたいな。2週間見れるのアーカイブでぜひ。見たもすんだろ、これ。僕は今日メモできなかったんで、見ながらメモ。そうか。記録残そうと。いや、またすごいのが、メモ少年が喋ってんのをメモってる人がいたから。これは俺すごいな、思ったよ。とんでもないこと。もうよくわかんないよ。メモ少年が喋ってんのメモってるから。メモ少女。メモ少女が現れたからね。何がされると怖いの。そうだろ。はい、楽しかったです。ありがとうございました。